やつ。終わらせるの。なんかもう好みとか何も今はないよねって話だね。好みね。なんか独身の頃は確かにそういうのすごい気にしたっつうか、うん、まあ、サトシは気にしないね多分ね。自分のことを好きになったら好きになろうとする努力するもんね。だからどうなんだろうね。あんまそこら辺意識してないからわかんないけどね。うんうん、なんかそんな風に見える、うん、だって最初から好きじゃないじゃん。そうだね。そうそうそう、うん、だってもう出会って、うん、あの何回かほら何回かつうかまあ 2,3 回デートして付き合ったけど、うん、最初から好きじゃないじゃんそれはさ、うん、そうそう、だそれはそうなんだけど、一応だから付き合うのを前提にまあちょっと会ってみるかぐらいの感じで会ってはいるけど、うん、でも好きではないじゃんって。え、静かだったそうでしょ。そうそう、同じ、うん。そうそう。だから、そうそう。だそこから、だから相手が自分のこと好きになるかどうかっていう話でさ。で、許容できるかどうかっていう、まあ、うん、なんていうか、結局のところ、うん、いろいろ全部話すとか、うん、初めからずっと考えてなかったけどな。それはどんなと、うん、いつになろうと結婚しようと、うん、多分、全部言うことはないだろうな。心を打ち解けて話すことはないだろうなって俺は思ってたけど、ああ、そうか、うん、初めからそう思ってたけど、まあ、うん、長く一緒にいや考えも変わるもんだな、うん、あ、ね、私はだから最初はね、うん、あのサトシ装飾に見えたから、あ、うん、だからどうかなって、あのね、こっちがちょっとなんか付き合おうみたいな感じのその意思を見せてもね、そこに乗っかってくるかどうかがわからないっていう状態だったから、あ、だからあんまりなんかそのもうこれは来ない感じかなっていう子だったら、まあそのまま友達でいいかなみたいなのは思ってたんでね。とりあえずそのデートはしてみても、そう、友達ってだから俺はちょっとその友達とかの感覚はいまいちわからんけど、うん、そう、いやでもだから人によってそれはいろいろだからさ、うん、多分違うと思う、そうそうそう、ただなんか最初デートした時に割となんかそのけ結構その積極的だったから、だって俺元カノと友達じゃないもん。うん、そうだね、うん、誰も連絡今わかんないし、連絡先なんて、まあ、そうね、みんなね、私もそんなね独身の頃の友達とかそんな連絡取らないけどさ、だから静香もほら前なんか離婚した場合友達と友達でって言っていたけど、そうそうそう、多分俺それ考えにくいなって思うよ。そう、うん、この辺はね、なんとも連絡もし来たとしてね、うん、カラオケ行こうよって乗るかな。うん、ね、まあでももしだから別れるとしたら、その別れる理由にもよるんだ、まあ、円満で別れた場合の話だよ。そうそうそうだから、うん、なんかそこでなんか、ね、変なトラブルが、トラブルっていうか、うん、仲悪くなって離婚だったら多分違うと思うし、まあね、そこはね、うん、そりゃ何らかしらだってうまくいかないから離婚するんだしね、もし別れる場合は、うん、大体ね、結婚はその時ってさ、あの新婦だってどんな苦難も一緒に乗り越えるって言うんだからさ、ね、乗り越えてけよっていう前提じゃん、うん、そうそうそう、だけどね、うん、まあ乗り越えられないこともあるんでしょうね。んう、うん、これはね、私だ、いや私らだって散々喧嘩してるしね、うんうん、まだでも、でもね、喧嘩できるようになっただけマシかなとは思う。最初なんか全然何も言わなかったから。